こんにちは。今日の講義は書籍 R とトレード確率と統計のガイドブックです。この本はクオンツやトレーダーたちが日々遭遇する様々な問題を解決するための R コードを提供するガイドブックです。金融データ分析やモデル駆動のトレード戦略に興味を持つ学生、研究者、実践家たちにとってこの本は非常に価値のあるリソースとなるでしょう。まずこの本はクオンツやトレーダーたちがどのような日常を送っているのか、その背後にある数学的、統計的な理論やプログラミングの技術を詳細に説明しています。著者は自身の経験をもとに問題解決のための具体的な R コードを紹介しており、読者は理論と実践を組み合わせて学ぶことができます。この本の魅力はその網羅性と実用性にあります。基本的なトレードの概念からクオンツやトレーダーが使用する数学、データ分析、金融、プログラミングの技術まで幅広いトピックをカバーしています。各章はバランスよくこれらのトピックを取り上げ、読者が必要とする知識を網羅的に提供しています。特に注目すべきは R 言語を用いたデータ分析とトレード戦略の構築に関する部分です。R 言語はデータ分析の分野で非常に人気のあるプログラミング言語であり、本書ではその利用方法を詳細に解説しています。R 言語を使いこなすことで、効率的なデータ処理や分析が可能となり、トレード戦略の開発においても大きな利点となります。また、確率と統計に関する章では、基礎から中級レベルまでの内容が網羅されています。統計値、確率、確率分布などの基本的な概念から確率過程やボラティリティといった高度なトピックまで幅広い知識を提供しています。これらの理論知識はトレード戦略の評価や最適化において不可欠です。さらに高頻度データやオプション、最適化といった特定のトピックに焦点を当てた章もあり、これらの領域に特化した知識を深めることができます。例えば高頻度データを利用したトレーディング戦略やオプションの評価方法など、実践的なスキルを磨くための具体的な手法が提供されています。本書の最後の章では、R の高速化やレポート作成、単体テストなど、高度の品質向上や効率化に関するテクニックも紹介されています。これらの技術は、実際のトレード環境での適用を容易にし、より効果的なトレード戦略の開発につながります。総じて本書はクオンツトレードや金融データ分析に興味を持つ全ての人々にとって非常に有益な一冊です。理論的な知識と実践的なスキルを組み合わせて学ぶことができるため、初心者から経験者まで幅広い読者に対応しています。このように R とトレード確率と統計のガイドブックは、金融データ分析やトレード戦略の分野での知識とスキルを深めたいと考える全ての人々にとって必読の書と言えるでしょう。著者の経験と知識をもとにした実践的なアプローチは、読者にとって貴重な学びの機会となることでしょう。ぜひこの本を手に取って、金融データ分析とトレード戦略の世界への扉を開いてみてください。この書籍はトレードや金融データ分析に関心を持つ人々にとって実用的なスキルと知識を身につけるための強力なリソースとなるでしょう。特に R 言語の利用に焦点を当てているため、読者は実際のデータ分析やトレード戦略の開発に役立つ具体的な手法を学ぶことができます。 R 言語はデータ分析と統計処理の分野で広く使用されており、その強力な機能と柔軟性から多くの研究者やプロフェッショナルに支持されています。この書籍を通じて R 言語を習得することで、データの操作や分析、トレード戦略の開発においてより高度な分析を実施する能力を向上させることが期待されます。さらに確率と統計の理論に関する深い理解もこの書籍の大きな特徴です。これらの理論知識は市場の動向やトレード戦略の評価において重要な要素となります。特に株価の変動やリスク管理に関する知識はトレーディングの成功において不可欠です。また高頻度データやオプション取引、最適化技術に関する章も含まれており、これらの特定の領域に深く入り込むことで、より高度なトレード戦略の開発が可能となるでしょう。これらの知識は、市場の微妙な動きを捉え、効果的なトレードの機会を見つけ出す能力を高めることにつながります。
さらに本書では R 言語を用いたバックテストの方法も詳細に解説されています。バックテストはトレード戦略の有効性を評価するための重要なステップであり、正確なバックテストの実施はトレード戦略の信頼性を確保するために不可欠です。この書籍はトレーディングだけでなくデータ分析やプログラミングのスキルも総合的に向上させることができる貴重な資料となるでしょう。これらのスキルは金融業界だけでなくデータサイエンスや機械学習など他の多くの分野でも活用することができます。この書籍を通じて得られる知識とスキルは読者にとって将来のキャリアや研究活動において大きなアドバンテージをもたらすことでしょう。読者は理論的な知識と実践的なスキルを組み合わせて自身の分野での成功を追求する力を身につけることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら健康な体と心がなければどれだけ知識やスキルを身につけたとしてもその活用が制限されてしまうからです。人は健康でなければ精神的にも肉体的にも最高のパフォーマンスを発揮することができません。そのため健康管理は知識やスキルの習得と同じくらい重要な要素であり、両者をバランスよく維持することが成功への道です。そこで健康管理に特化したニーズに応えるサービスとして注目すべきはライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。これらのプログラムは単なるダイエットではなく健康的な体づくりと美容の追求に焦点を当てています。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、食生活やメンタルのマネージメントもサポートします。無理のないトレーニングプログラムや完全個室のプライベートな空間でリバウンドしにくい体づくりを目指すことができます。また30日間の無条件全額返金保証もついており、安心して挑戦することができます。一方ライザップウーマンは女性専用のプログラムとして美しくなるためのトレーニングと食事管理を提供しています。ウェイトトレーニングだけでなくファンクショナルトレーニングやストレッチなども含まれ、個々の目的や状態に合わせたトレーニングメニューが用意されています。さらに栄養を考慮した食事管理や美容マシンを活用した脂肪燃焼効果も特徴です。これらのプログラムは10キロ以上痩せたい方や部分痩せを目指す方、体力がなく運動が苦手な方、産後太りを解消したい方など様々なニーズに応えることができます。また卒業後も自己管理が可能な食事管理やトレーニング法を学ぶことができるため長期的な健康管理にも役立ちます。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。